では、イタリア共和国ロンバルディア州ブレシア県にある人口約2400人の基礎自治体。バルカモニカに位置する町。世界遺産、バルカモニカの岩江群に登録された岩江遺跡のいくつかが当地に所在する。バルカモニカにおけるコムーネの領域ブレシア県北部に所在するコムーネで、バルカモニカの中では中部に位置する。バルカモニカの中心都市。 ダルフォ・ボアーリオ・テルメから北東へ 21km、ソンドリオから東南東へ 39km、ケント・ブレシアから北へ 55km、州ト・ミラノから北東へ 110km の距離にある。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り。イタリアの地震リスク階級では3に分類される。カーポディ・ポンテには以下の分離集落がある。広域行政組織である。 山岳部共同体、バルカモニカ山岳部共同体を構成するコムーネの一つである。世界遺産、バルカモニカの岩江群を構成する物件のうち、以下3件が所在する。インシジョン・ルーペストラ、ありがとうございます。